グシハン王朝は、1642年に、オイラト族の保守と部の指導者グシハンがチベットに、樹立した王朝。4代約80年続いた。1717 17年、オイラト本国を支配するジュンガルブの奇襲により、着家が断絶。さらに1723から24年、新朝の妖精帝は、グシハン王家の冒険一族を攻撃して屈服させ、彼らがチベットに有していた。 様々な権限や権益を剥奪。この攻撃によりグシハ藩一族は、チベット王権も喪失して王朝は終焉を迎えた。この王朝の支配者は、代々の熱心なダライラマ信者であり、この王朝の成立により、チベット仏教界におけるダライラマの地位は、劇的に向上し、宗派を超えた、政治、宗教の最高権威としての地位が確立した。18世紀初頭。 ダライラマの継承者をめぐって、王族内に激しい対立が生じ、ジュンガルブ、新朝など外部勢力を導き入れての内紛を起こして衰え、1723から24年、新朝の妖成帝に征服された。1637年、保守党部のトゥルバイフは、オイラト各部の連合軍を率いて、大見地方に遠征、敵対勢力を制圧した。トゥルバイフはラサに上り、 ダライラマ五世から、シャジンバリクチノミンハーンの称号を授けられた。トゥルバイフは、同盟部族であるジュンガルブの指導者ホトモチンに、自分の娘アミンターラと、バートル本体児の称号を与えて、オイラと本国に帰還させ、また、オイラと本国に残した兄の子をチルトに、保守と部の本家を継がせる一方、自身が相続する部衆をすべて青海に呼び寄せ、 この手勢をもって、チベット全土の征服に乗り出した。1642年、中央チベットの覇者チャンとエ王の本拠地シガ月を1年間の工場戦の後に陥落させると、占拠したサムルプツェ宮殿において、チベット諸行を並べて、チベットの王に即位するとともに、ダライラマ5世をシガ月に招いて、チベット13万戸、すなわちアルンチャンポカ流域を、 主とするチベットの中枢部を起信、ここに、ダライラマ政権が発足する。トゥルバイフの子孫は、以後4代にわたって、チベット範囲を継承したが、1717 17年、ジュンガルの侵攻を受けて、ラサンハーンが死去し、トゥルバイフ直系は絶えた。大見地方に居住していた、冒険王族たちも1723年から1724年に、新朝の征服を受け、 チベット各地に保有していた権益をすべて没収され、チベットに対する保守と支配は終焉を迎えた。1637年、大見草原を平定した、オイラとの名手にして、保守都部の部族長であるトゥルバイフガラサに上り、ダライラマゴセイから、反合を受けたのと時を、同じくして、ジュンガル部の部族長ホトコチンは、本体事故を授かり、オイラと本国に帰還した。 オイラと本国では、補守都部の着形であるオチルトが、範囲と範号を、ジュンガル部の部族長が、本体事号を継承した。チベットでは、愚子ンの長子ヤンの系統が、1717 17年に至るまで、範囲と範号を継承し続けた。また、本体事号については、17世紀の末まで3代に、渡り、第六子、ドルジの系統が継承し続けたが、 17世紀末より、生じた具師範一族の内紛により、ドルジケ以外の他の系統からも、本体事業を受けるものが出現するようになった。中、D5D6D7 は、称号の授与者、ダライラマ5から7世を示す。ありがとうございます。